レコード。レコード、レコード、ビニールレコード、英語版ではとは、音声記録を意味し、主に樹脂などでできた円盤、再初期には、円筒状の廊下レコードを含むに、音楽や音声などの音響情報を刻み込み記録したメイヤーの一種を示すことが多い。音盤など、その他の呼び方で呼ばれることもある。音の再生の方法は、 信号としての振幅の情報の読み取り方と情報の増幅により異なる。針で読み取った振幅の情報を機械的に増幅する蓄音機の時代、電気信号に変えて増幅するレコードプレイヤーの時代、そして針を使わずレーザーを用いて非接触再生するレーザーターンテーブルの時代、レコード末期以降から近年にかけての特殊な時代に大まかに分類することができる。 語源は、記録という意味の英語レコードである。記録の意味と混同されないためや、コンパクトディスクなど、デジタルメディアと区別するためにアナログレコード、アナログディスク、AD ともなどとも呼ぶ。また、SP、SP レコード、SP 版とも、以下同様、LP、EP と規格で呼んだり、シェラック、バイナル、ビニールの英語的発音と材料で呼んだり、 回転数によって78回転、45回転、33回転、16回転と呼んだり、7インチ10インチ、25センチ12インチ、30センチと番の大きさで呼ぶこともある。なお、1950年代以降塩化ビニールがレコードの材料の主力となったが、ボイジャーに搭載されたレコード同性に代表されるように、レコード全てがビニール製というわけではない。 世界初のレコード音声記録システムは1857年フランスのレオン・スコットが発明したホノトグラフである。スコットは振動板に豚の毛をつけすすを塗り、音声を紙の上に記録させた。再生装置がなかったため、ホノトグラフは実用にはつながらなかったが、1876年グレアム・ベルが電話機を発明したことにより再生の目処がつき、 複数の研究者が再生可能なレコードの発明に取り掛かった。世界で初めて実際に稼働した再生可能なレコードはエジソンが1877年12月6日、後の音の日に発明したホノグラフである。直径8センチメートルの鈴箔を張った真鍮の円筒に針で音溝を記録するという基本原理は後のレコードと同じものである。 ホノグラフは日本ではそことき蓄音機と訳された。ただしこの当時はまだ音楽用途はほとんど想定されておらず、エジソンも盲人を補助するための機器として考案している。これに対し1887年にはエミール・ベルリナーがグラモフォンを発明した。最大の特徴は水平なターンテーブルに乗せて再生する円盤式であることで発端は エジソンの円筒式レコード特許の回避のためだったが、結果として、円筒式より収納しやすく、原盤を用いた複製も容易になった。中央の部分にレーベルを重複できることも、円筒式にない特徴だった。CD や DVD や BD につながる円盤型メディアの歴史は、この時始まったと言える。さらにベルリナーは、記録面に対し針が振動する向きを、 従来の垂直から水平に変更した。これによりオトミゾの深さが一定になり、音質が向上した。エジソンもこれに対抗し、円筒の素材をロウでコーティングしたロウ管に変更し、音質を向上させた。ロウが固まる時に収縮することを利用した、鋳造による複製方法も発明したが、量産性は円盤式には及ばなかった。当初、アメリカではエジソンが、 ヨーロッパではベルリナーが市場を支配した。円盤式は円周から中心に向かって半径が小さくなっていくので、音の情報は円周近くでは長い子にわたって言ったと記録されるが、中心近くでは短い子の中にぎっしりと記録されることになり、音の質が円周近くと中心近くで変化する欠点を持ったものの円盤式は、 同一音源の大量複製生産に適していた上、両面レコードの発明などもあり、最終的にベルリナーの円盤式レコードが市場を制した。なお、円筒式の記録媒体は、音楽レコードとしては姿を消したが、テープレコーダーの実用化まで簡易録音機、再生機としては使われ続け、後に初期のコンピュータの補助記憶装置、磁気ドラム、 ハードディスクドライブの先祖にあたるに使われたことがある。初期の円盤式レコードは回転数が製品により多少異なったが、さらに再生する側の蓄音機も初期は全イ駆動が大勢を占めていたため、ターンテーブル回転速度の均質化が容易でなかった低速回転できる電気式蓄音機の発明により、後に SP、スタンダードプレイング、またはスタンダードプレイ、 レコードと呼ばれる78回転板、毎分78回転が、デファクトスタンダードとなった。また、初期の円盤式レコードは、ゴムや、エボナイトなどが原料と言われているが、やがて酸化アルミニウムや硫酸バリウムなどの粉末を、シェラック、貝殻虫の分泌する、天然樹脂で固めた、根物が、レコードの主原料となり、シェラック板と呼ばれた。しかしこの混合物は、 脆い材質で、そのため、SP レコードは摩耗しやすく、割れやすかった。落とすと瓦のように割れやすいことから、俗に、瓦板と呼ばれたほどである。併用する再生装置のサウンドボックスの重量も、相当あり、レコードを真滅より守るため針の交換に重点が、置かれ、レコード一面再生の度に鋼鉄針を交換する、必要があった。音量は、サウンドボックスのサイズ、 および針のサイズで調節され、大音量確保には、板の摩耗が避けられなかった。レコード版の摩滅防止と針の経済性を配慮し、鉄心以外の材質を針に使用する事業例も、生じた。柱サボテンの棘を加工したソーンバリ、層ん針、層ニードルが、欧米などで流通し、日本では、材質の柔らかい竹を使った、竹針が広く用いられた、の種の植物性針は、 いずれも蓄音機メーカーが供給していた。植物性の針は、絶対的な音量が、鋼鉄バリーに劣るが、刃物で先端を削って尖らせることである程度、再利用でき、レコード板も傷めにくく、繊細な音質が珍重されました。これらの蓄音機の問題は、1920年代以降、電気式ピックアップと増幅機構を備えた、電気式蓄音機の実用化である、 程度改善されたものの、第二次世界大戦後におけるピックアップ部分の大幅進歩間は引き続き蓄音機のハンデキャップだった。また、収録時間が直径10インチ25センチメートルで3分、12インチ30センチメートルで5分と、サイズの割には短かったために、作品の規模の大きいクラシック音楽などでは、一曲でも多くの枚数が必要となり、 レコード再生の途中で幾度となくレコードを取り替えねばならなかった。特にオペラなどの全曲集では数十枚組にもなるものまであり、大きな組み物はほとんどの場合、文字通りのハードカバーで分厚い写真アルバム上ケースに収納され販売していた。今でも3曲以上収録されたディスクのことをアルバムと呼ぶことがあるのはこれに由来している。普通は1枚の表裏で2曲まで。 また、SP レコードは、すべての番がモノラルであった。また、ポペラー曲に関しては、面ごとに違う演奏家によるレコードを、複数枚集めたアルバムが作られる場合もあり、これを、乗り合い馬車、ラテン語で、オムニバスに見立てて、オムニバスと呼ぶようになった。現在、コンピレーションアルバムと言われるものがかつては、オムニバスアルバムと言われたのは、これが由来である。 長時間再生作として、放送録音用としては、通常より小道の大きなディスクが用いられることもあったが、これは大きすぎて扱いにくく、業務用としての使用に止まった。また、溝を細く詰めることや、回転数を落とすことで、録音時間を伸ばす試みもあったが、シェラックの荒い粒子状素材のレコード版材質で、そのような特殊措置をとると、再生による針の豆っかや、 男を破損が起きやすいために実用的ではなかった。高中実度再生には、新井粒子の集合体である SP レコードは不向きで、長時間の高中実度記録再生は材質に、塩化ビニール用いる LP レコードが実用化されるまで待たなければならなかった。特殊な例になるが、第二次世界大戦時の金属教室による代用陶器にレコード針も含まれており、 当磁器製のレコード針も流通した。その後の科学技術の進歩により、ポリエンカビニールを用いることによって、細密な記録が可能となり、従来の鉄心から、ダイヤモンドやサファイアの宝石製の、いわゆる A 久針を使用するとともに、カートリッジの軽量化などの進歩により長時間再生、音質向上が実現された。ポリエンカビニールで作られたディスクは、セラック等に比べ弾性があり、 割れにくく丈夫で、しかも薄く軽くなり、格段に扱いやすくなった。これらが、LP レコードや EP レコードで、第二次世界大戦後の1940年代後半に実用化、急速に普及し、1950年代後半までに、市場の主流となった。これらを総称して、ビニール版、バイナルなどと呼ぶ。ハンガリーからアメリカ合衆国に帰化した技術者、 ピーターゴールドマーク、ピーターゴールドマーク1906から1977を中心とする CBS 研究所のチームが1941年から開発に着手、第二次大戦中の中断を経て1947年に実用化に成功。市販レコードは1948年6月21日にコロンビア社から最初に発売された直径12インチ。 30cm で収録時間30分。それ以前のレコード同等のサイズで格段に長時間再生できるので LP、ロングプレイと呼ばれ、在来レコードより、音高、グルーブが細いことから、マイクログルーブ、マイケログルーブとも呼ばれた。また、回転数から33回転板とも呼ばれる。実際には3分100回転、1分33 1 3回転、 これ以降、従来のシェラック製78回転盤は、主に日本で SP、スタンダードプラと呼ばれるようになった。RCA ビクター社が1949年に発売した直径 17cm で収録時間は溝の加工によって違うが5分から8分程度。回転数から45回転盤とも呼ばれる。 ジュークボックスのオートチェンジャー機能で一曲ずつ連続演奏する用途が想定された。オートチェンジャー対応を容易とするために保持部となる中心穴の小道が大きくドーナツを想起させるためドーナツ版とも呼ばれる。日本ではシングル版とも呼ばれた。当時アメリカでは RCA ビクター製の45回転専用プレイヤーが流通した。後 同サイズで33回転のものも登場。こちらは、中心部の穴が通常サイズだったため、ドーナツ版とは呼ばれない。SP 版と比較した場合、LP 版はディスクを掛け替える中断なしに長時間、再生が可能で、クラシック音楽の全曲収録や短い曲の多数、収録が可能。シングル版は、SP 版並みの収録力、片面あたり、 ポピュラー音一曲程度のままでディスク小型化、オートチェンジャー適合化を実現している。LP とシングル版は、初期の一時こそ競合関係にあったが、上記の性格の相違から市場での住み分けが容易で、基礎技術自体は、ほとんど同一のためレコードバリも共用できたことから、ほどなく、双方の陣営が、相手方の企画も発売し、双方がスタンダードとなるという形で決着がついた。 この際、ビクターで多くのクラシック音楽レコードを録音していた当時の世界的著名指揮者のルトゥーロ・トスカニーニが曲を分割せずに済む LP を強く押したことが影響したと言われる。音響機器メーカーからは33回転と45回転と78回転の切り替え可能なターンテーブルも発売さ、バイナル版への企画移行が促された。LP レコードの実用化では 第二次世界大戦中にドイツで実用化され戦後の LP レコード開発時期と同じくして民生用に用いられ始めたテープレコーダーの普及が一役買った。テープレコーダーは長時間録音を容易とした上、それ以前の録音用レコード版に比べても高音質での録音が可能であり、マスター音源としての総合性能が優秀であったためである。 特に長時間の曲が多いクラシック音楽等でミスなく長時間の演奏を行うことは難しくリテイクと編集を可能にするテープレコーダーが役立てられた。逆に LP レコードとテープレコーダーが SP レコード時代の1曲5分未満という制約を取り払い時に1曲10分を超えるような長時間即興演奏を連続収録したアルバム形式の商業レコード発売を 可能したことで、結果的に音楽ジャンル自体の発展をも促したモダンジャズのような事例もある。1954年2月に録音され、同年発売されたアートブレイキーのバードランドの夜ボリューム1は長時間の即興演奏を LP 版に収録し、1950年代中期以降の新世代モダンジャズであるハードバップの先駆となった。これにはテープレコーダーの小型化に伴う、 ライブ録音の容易化も大いに寄与した。レコード原板を切り込む装置をカッティングマシン、またはカッティングレースと呼ぶが、溝を切る際マスターテープの再生ヘッドの前にモニタヘッドを取り付けることにより、音量に合わせてあらかじめカッターの送り速度を調整すること、可変ピッチカッティング、ベリアブルグルーブが可能になり、後年はコンピュータ化されてさらに細かいカッターヘッドを送りが可能になり、 ダイナミックレンジ、録音できる音の代償の差の確保と録音時間を両立できるようになった。45や LP レコードは音質や収録時間では大きな進歩を遂げたものの通常レコードバリーの機械的な接触によって再生される基本原理は SP レコードと変わらなかった。この方式は盤面上の埃や傷、周りの振動に影響されやすく、 メディア個体の再生回数が多くなると、音溝の摩耗により、広域が減衰していく問題があった。また45から45方式のチャンネルセパレーション、左右の音の分離にも限界があった。そのため、1980年代に入ってからは、扱いやすく消耗しにくい、コンパクトディスク、CD の開発、普及により、一般向け市場では、メディア、ソフト、 ハードとも著しく衰退したが、在来システムやオリジナル版への愛着から、アナログレコードを好む層や、コンパクトディスク、CD との音質の異を楽しんだり、アナログレコードに新鮮味を覚える年齢層が存在し、その中にはデジタルメディアに比して、アナログレコードに音質面の優位があると主張する愛好家もいて、2010年代でもレコードプレイヤーは、市場に存在する。 2013年にはユニバーサルミュージックが新たに透明レコード版染料が含まれていないバージンビニールを使用開発し販売し始めた後日。一方では1970年代以降、摩耗したレコードを通常の再生とは違った形でターンテーブルに乗せて手動で回転させるという表現技法が現れ、そこから発達する形でクラブの DJ、 ディスクジョッキの演奏にも利用されるようになった。2000年代に入ると CD を利用して DJ プレイができるような機器が普及してきているが、未だにレコード、アナログレコード、または単にアナログと呼ばれるは、その直感的な操作性とレンジの高音質、特有のスクラッチノイズ、そしてアナログレコードという形式そのものへの愛着などから根強い人気があり、 dj プレイ用に発売されるシングルの主流を占めている12インチシングル。これはアナログレコード再生用ターンテーブル及びカートリッジへの一定需要、主に楽器店で販売にもなり、その生産存続を支える一助ともなっている。また、アーティストが CD シングルと並行して CD シングルと同じ内容、カラオケバージョンを除くの限定版のシングルレコードを出したり、 晴れ晴れれゆ会のようにある、ライブ会場や一部ショップのみで販売されたり、過去のシングル版を復刻することもある。これも生産存続を支える一助ともなっていると言える。2000年代後半に入ると音楽はデジタル配信が主流となり、CD の売り上げは落ち始めた。一方アメリカのインディーズミュージシャンたちがアナログレコードで新譜をリリースするなどの動きが広い、 アメリカのレコードの売り上げは2005年の100万枚で、そこを打ち、2013年には610万枚にまで増えた。また、若者の間に、レコードが格好良いというイメージが広がった結果、世界のアナログレコードの売り上げは2006年の3400万ドルで、そこを打ち、2013年には2億1800万ドルにまで跳ね上がった。日本でも、 1989年にアナログレコードの生産から撤退したソニーが2017年に再参入するなどソニーグループのプレス部門であるソニーダ・ドック・ジャパン2010年代に入ってもはやインディーズのレベルではなく大手が参入する商業的なレベルまで市場が拡大しているソニーソニーミュージックエンタテインメントは2018年3月21日 29年ぶりに自社生産したレコードを販売すると発表した。レコードは原材料のビニライト板を、音溝が刻まれた金型、スタンパの間に入れ、熱と圧力を加えてプレスすることで作られる。プレス装置と硬さえ数を揃えれば量産が容易である。このプレス型は、スタンパと呼ばれ、オリジナルの原版、原盤から、以下の工程を経て複製されたものである。 このメタルマスター作成が音質のようになるということで、レコード前世紀には様々な試みが行われた。ライブ演奏をそのままダブプレートに刻んでできた、ダッカーから直接プレスする、ダイレクトッティング、ダッカーの溝はすぐに潰れるのでできるレコードは完全な、限定版になる、高音域をイコライザーで強調して、周波数特性を伸ばした、バン、通常より重たいディスクを使用した、バン、 33一3の半分のスピードでカッティングした版がある、ハーフスピードカッティング。テルデック社が1982年に開発した、ダイレクトメタルマスタリング、ダイレクトメタルマスタリング、DMM もそうした、音質向上技術の一つ。超音波を当てながら、カッティングを施した、銅演版をそのまま、マザーとして用いる方式で、ノイズ低減や、 収録時間10%増加などのメリットがある。ただし、収録内容によっては、ダイナミックレンジが狭くなるものもあった。この DMM は CD の急速な普及に押され、登場から数年のみ使用されたが、2000年代以降は、海外製復刻版や新譜でも若干使用れる例がある。2012年末、ユニバーサルミュージックが、 線量を全く含まない透明なバージンビニライトを使用し、また、マザー、スタンパノに工程で起きうる、劣化を可能な限り消すためこれを省い、メタルマスターから直接プレスを行う、100%ペレルプを新しく発売開始した。直径や回転数をもとに、SP 版、スタンダードプレイ、78rpm、LP 版、ロングプレイ、 三十三 r p m 七インチシングル版十五 r p m EP エクステンディドプレイ四十五 r p m 十二インチシングル版などを区別するこの版には正式な名称が特に付けられていないためこのページでは便宜上シングル版と表記する記録されるとラック数と様式をもとにモノラル版バイノーラル版十五から四十五方式ステレオ版 VL 方式ステレオ版、4チャンネルステレオ版、別名、クアドラホニック版、などを区別する。音の大小版と水平方向の振動として、記録する水平振幅記録、または垂直方向の振動として記録する、垂直振幅記録。モノラル LP レコードの外周、内周に半分ずつ、左右別々のチャンネルの音水を刻み、2本の、 枝分かれしたピックアップで再生することにより、ステレオ効果を得られるというもの。しかし、再生時間が短い、レコード特有の内周歪みによって、左右で音質が変化しやすい、針の置き位置を定めにくいなどのデメリットも多く、下記のステレオ版が普及する前に廃れた。1952年、ベイクック社が開発。90度で交わる V 型の溝のそれぞれの壁面に、 左右のチャンネルの振動を記録する直行振幅記録。原理は1931年、A コロンビア社の技術者、アラン・ブラムレイン、アラン・ダワー・ブルームライン1903から1942が開発。左右信号の輪が水平振動になる点において、一般的なモノラル版との親和性を確保したため、ステレオ版の主力となった。 45から45方式は1950年代半ばに、米ウエスタンエレクトリック、ウエストック社が企画、実用化したものであるが、原理の考案から実用化までに時間がかかったのは、1930年代、当時のレコードの主流材料だったシェラックでは、高音質再生が不可能なことが大きな原因一つだったという、このため、ブラムレインによるステレオ録音の試験では、 トラック分割が容易な映画用、サウンドトラックでの試行が先行していた。ちなみに、世界初の市販のステレオ版は、1958年1月に、米オーディオフィデリ,リティ社から、日本初のそれは、同年8月1日に日本ビクターから発売されている、詳細については、日本ビクター略歴の項目を参照のこと。左右の信号垂直、バーティコルと水平。 レベルの振動として記録する直行振幅記録。これも1931年、A コロンビア社の技術者、ブラムレインが前期の45から45方式と、ほぼ同時に開発した。45から45方式と比べ物ラるの主流を、占める水平記録方式との互換性で劣ったのと、1957年末から1958年、はじめに、 米欧の各国で45から45方式が、ステレオレコードの標準規格に決定したためによる、それとの波によるユーザーの不利益を避けるため、短期間で作られなくなった。1956年、A デックカ社と西ドイツのテルデック社により、実用化試作機が作られ、その本格的な試作システムが米で翌年に、公開されたという記録がある。詳細は、 FFSS の項目を参照のこと。4チャンネルステレオ版、別名、クアドラフォニック版には互換性のない二方式が広く知られる。2018年に、リービット社、オーストリアが優位な信号を 100kHz まで収録できる HD バイノル企画を発表。2019年夏以降、この企画を採用したレコードが販売される予定である。レーザーで、 彫像、成形したセラミック製、スタンパーを用い、20kHz 以上の信号をピックアップ可能となる。条件は極めて限られ、男に対し同一形状の針先を用いた場合に未可能となる。レコードの両面は A 面、B 面と呼ばれる。シングル版では、それぞれ一曲が収められる。アルバム版でも A 面と B 面で傾向を変えることがある。 そのシートは朝日、そのラマの登録商標で、このシート、シートレコードなどが正式名称である、英語では、薄く曲げられるビニール材質のレコード。一般的には17センチメートル版が多く、音質は良くないが製造コストが安いため、通常版が高価だった1960年代頃に、重宝され、朝日そのラマ本体のそのシートページ上に置く。 自走式による専用のプレイヤー発売された。1970年代以降は単独で販売するより雑誌の付録として閉じ込んで販売されることが多かった。海外では音楽雑誌などに有名アーティストの限定録音が付録し、後に高価で取引されることもあった。コンピュータープログラムを録音したものもあった。薄いため折り目がつきやすく、 版面が歪んで、張り飛びの原因になりやすかった。B 面のないものも多かった。発明は、フランスのアシェット社によるものだが、商業ベースに載せるため、日本で、朝日新聞と突版印刷が、大アップさせ、音の出る雑誌という形で出たものが最初である。制作は、前述の通りで、臨廷印刷機で多量にシート状の塩化ビニールを、 溶かしたモール状のものを紙のようにロールにされたものに、印刷とスタンパーを兼ね備えたもので、プレスされていく。カラーのもの、真四角に切られたものも多い。一般に低音楽器は大振幅であるため、カッティングの際に低音を減衰させ、高音を強調して記録すると盤面を有効に利用することができる。多くは RIA 特性を用い、再生時に、 逆の特性を持ったホノイコライザーを通して平坦な特性に戻す。イコライザーはアンプやミキサに内蔵されるのが通常だが、圧電型カートリッジを用いた廉価な製品は、圧電素子が容量性であることを利用して、特別な回路を組むことなく広域が減衰する特性を得ていた。RIAA 特性の詳細については、レコードプレイヤー参照。前述の通り記録。 再生の特性が超高周波を含むか否かには疑問があるが、さらにカッティングの信号系統には、ON、オフ可能ナイコライザー、リミッターが含まれており、同じ音源のレコードと CD に、さらなる音質の差を生じさせる原因となる。特に古い時代の音源が、CD 化、デジタルリマスタリングされる際、マスターの録音状態や劣化といった理由で、ノイズリダックイオンなどが施され、 ここでも当時のレコードとの音質の差が生じている場合もある。アナログレコードはプチプチユーザー音などの味があると言われているが、記録特性の問題ではなく静電気やホコリの勝利などが原因である。そのため適切に再生されればそのような音は混入しない。21世紀になってもレコードはわずかながら生産されている。日本では 東洋化星でレコードのプレスが行われ、同社では新筆での限定生産、テストレコードの販売や過去の名版の再生産も行ってる。少ない枚数の制作をプレスやカッティングで行う業者もあり、ダッカーとビニールの素材選択に対応するなど、バラエティがある。また高額ながらカッティングマシンもベスタクスから VRX-2000 が発売され、 個人がレコードを1枚からビニール、ダッカーを選んで作ることも可能である。またレコードからパソコンなどでノイズリダクション処理を施しつつ CDR に録音するサービスも行われ、その際の再生にレーザーターンテーブルを用いる場合もある。SP 版時代のものやマスターテープの所在が不明の音源を市販 CD 化する際も蒸気と同様の処理が行われている。 基本的に CD と同じである。日本においては、車体の R を丸で囲んだ文字でレコードを示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。